まあ、高校生でいうと180センチぐらいからが大きな選手、135キロぐらいだとちょっとリストから外そうかなと思うぐらいの選手でも将来的には伸びてくると思います。やっぱりトラックマンの回転数が気になるところですね。投げました。柔らかいんです。肩の関節、肘の関節、手首まで、今の時期ですと最初に300人近くリストアップされていると思います。50人から100人の間だと思いますね。まあ、一番と言われると山崎康晃選手、教育実習に行きたいんですと。教育実習か、そうか、教師の免許取るんだな、いらないんじゃないかなと言ったんですが、はい、始まりました、マラちゃんのお時間です。前回に引き続き元 NPB スカウト竹生さんにスカウトする際のポイントをランキング形式でお聞きしていきたいと思います。今回は投手編になります。また今までスカウトした人の中から印象に残っている選手についても伺っていきたいと思います。ぜひご覧ください。それでは続いて投手に参りたいと思います。投手の第3位は体の大きさ。実際に何センチくらいの方が大きいとなるんですか？ピッチャーですと今一番有名な大谷翔平選手は193センチぐらいあるんですけど、まあ、高校生でいうと180センチぐらいからが大きな選手、まあ、大学生、社会人だと185センチあれば大きな選手だと思います。なぜ大きさにこだわるかというと、将来的に体の大きな子は強いボール、速いボールを投げられる要素を持っている、そういうふうに思いますね。ピッチャーはそうですね、もともと NPB 通訳していたので、その時に外国人選手はもちろん日本人選手も見てたんですけど、やっぱピッチャーに限っては日本で体ちっちゃい選手中はいないかなと思って、まあ、スカウトさんはその体の大きさを見てるのかなと思います。ありがとうございます。第2位はボールのスピード伸びです。ボールの伸び、私伸びってあまりわからないんですけど、はい、どういうことになりますか？はい、ボールのスピードの速い子はやっぱり目に見えます。で、150キロと130キロ投げる子どちらがいいですかって聞かれた時にはやっぱり球の速い方を探しますよね、はい、で150キロ投げるんであればそっちの方に目が行くし、130キロ135キロぐらいだともうちょっとリストから外そうかなと思うぐらいの選手でも、逆に言うとボールの伸び回転数っていうんですが、ボールの回転数の多い子が将来的に伸びてくると思います。はい、ですからあながち135キロでも体がもっと大きくなって伸びのいいボールを投げる子は将来的に良くなる可能性があります。ボールの伸びって NPB と独立リーグ両方比べてるとピッチャーのベース板の周りの球の強さが違うと思うんですけど、それってやっぱり伸びにつながってくる。ベース板の前あたり、ベース板上でってよく言いますけど、あれはやってる人じゃないとなかなかわからないと思うんですね。それ今機械でトラックマンというのでいろいろ回転数皆さんも知ってると思いますが、トラックマンという数字も出てきます。であれが穴勝ち全部全てではないですが、やっぱりトラックマンの回転数が気になるんですね。それが可視化に今つながってますから、あのボールの伸びは若狭さんが言ったように私にはわからないと言いますが、はい、ちょっとわからないです。数字で表せると、はい、2500回転と2700回転だったらやっぱり2700回転の方がボールの伸びがあると。実際の数値も参考になりますね。そうですね。はい、今多くの球場でトラックマン設置されてますから。そうなんですね。はい、高校野球でも昨年出してましたし、六大学野球や東大学野球もみんな測ってますので、はい、皆さん参考にされたらいいと思います。今も出たトラックマンとかラプソードとか、そのデータっていうのは提供していただけるものなんですか？買っていますね。購入ですね。値段はちょっといい、はい、すみませんが。それでは続いて投手の第1位に参りたいと思います。はい、第1位は体の柔らかさ、しなやかさというところにあるんですけど、はい、体が柔らかいって実際に長座大前屈とかそういうことを私は思ってしまうんですけど、はい、どういうところですかね。ピッチャーの一番大事な要素っていうのはボールを投げることですから、肩、肘の柔らかさ、手首全部含めてですね、この柔らかさがある方が将来的には必ず伸びてくると思います。まあ、その中でまあ代表的な大谷翔平投手いますが、私高校の時からずっと見てまして、193センチですから顔がこの辺にあって肩幅が肩がこの辺にありますけど、
このぐらいですね。最初高校1年生の時には12、3センチ、ガリガリだな、あれ頑張れよっていう風な形で肩を持たせてもらいました。投げました。柔らかいんです。肩の関節、肘の関節、手首まで、もうボールは速くなかったんですけど、柔らかいボールを投げます。肩肘を使って柔らかく使っていいボールを投げました。骨端線っていうのがまだ見えてるらしくて、で骨がまだ成長してるから筋トレができませんっていうことだったんですね。そうすると筋トレができないということは筋肉があまりつかないですから、故障の原因になるので投げさせない。佐々木監督の素晴らしいところはそこでボールを投げさせない、高校入っても高球をそこまで投げさせなかったのが成長につながると思いますね。でまあ高校3年の時にはだんだん大きくなって、まあ、彼日本ハムに入って2年目3年目の時にはもう私がモテないぐらいの三角筋の太さを持ってましたから、どういうんですかね、こんなに大きくなって大丈夫かなって当時の日本ハムのコーチにも聞きましたけど、厚澤コーチが心配してますって言ってましたね。で心配はしてるけどっていうことで、後から私のところにも電話があって、竹澤さん大丈夫でしたと、何が大丈夫なんだって、柔らかいまま強くなりましたと、はあ、すごいな、それが一番だなというふうに感じましたね。私その3つのポイント今まであったと思うんですけれども、はい、私の予想だったらコントロールが一番に来るのかなと予想してたんですけれど、見当違いでした。いや、見当違いではないです、はい、コントロールも大事な要素です。今やっぱ NPB だとコントロール多いピッチャーいると思うんですけど、うん、そんなコントロール気にしないもんなんですか？気にしないって言ったらあれですけど、そんな重視しないもんなんですか？コントロール大事な、一番大事なんです。大事なんですが、一番やっぱり体が一番ですから、まずはコントロールつけるのも何も、いや体の強さ、柔らかさがないとコントロールついてこないので、コントロールのいい子は柔らかいし指先が器用だし、でそういうピッチャーの方がより活躍はしてると思います。大事な要素ではあるけれど、これが一番っていうことにしてはちょっと弱いと思います。